はい、ということで今回は、R キャラ、SR キャラで序盤に使えるキャラたちを、紹介していこうかなと思います。でも最近ね、もうこの1周年きっかけで始めたっていう方も多いかと思うので、本当に完全初心者向けとなっています。で、早速ね、キャラ紹介していくんですけど、ちょっと最初だけ1体目だけSSR キャラになるんですけど、もう序盤はこいつが無双します。もう PVP であっても PVE、コンピューターとかね、ストーリーに関しても、こいつの星5までこいつが育てれれば、1番、配置としては1番にこいつを配置して、で、さらに、この進化8、まずね、この進化を8までしなきゃいけないんですけど、進化8のこの真ん中、通常攻撃を受けるとき、気力値を75回復。これまで必須になります。で、これをつけて、さらにね、星5以上までなると、本当にね、こいつ無双します。で、この王元気プラス、この基調を、2番に置いてやると、もうストーリーでね、革命が起きます。もう今、ストーリー勝てなくてつまずいてるっていう人は、今言った王元気を1番に置いて、で、さらにこの基調の、星5以上っていうのを2番に置くことで、本当にね、革命が起きるんで、ストーリーでね、つまずいてる方は、試してみてください。っていうことで、もうこの2人はね、めちゃめちゃ強いです。で、他に強いキャラっていうのを紹介していくんですけど、他に使えるキャラってなってくるのが、下からいくか。名前呼び上げないやつは、弱いです。使えるキャラっていうのが、この超新星で合ってるかな、こいつ、そして勸銀平、この2人のセットは、結構使えます。で、次が、この光月影だっけ、こいつも食パ、桃園パーティーで劉備と曹操、この張飛とか使ってる、を育ててる、食パには、この光月影は一応使えます。単体としては使えます。で、この孫権、孫策、孫権か、孫権と、ホレンシのセットもめちゃめちゃ使えます。なので、この2人のセットも、強いです。で、さっき言ったこの基調に関しては、基調かに関しては、単体でも強いし、相方の、この転移を入れても一応強いです。なので、この2体っていうのもめちゃめちゃ、編成に入れておくと強いです。今言ったぐらいかな。SRR キャラに関しては、今紹介したキャラたちが序盤は強いです。新規も一応回復薬では強いので、入れておくと、一応強いです。そんな感じかな。で、この上にいる、この義円、そして、この甲冑に関しても、序盤強いです。特にね、この義円に関しては、単体でもね、非常に強い性能となってるんで、耐久力もあり、攻撃力も高いって感じです。で、ちょっと編成に行くんですけど、このね、桃園をこれね、育ててる人限定になるんですけど、なかなかね、3体育てるって難しいんですけど、もしね、この桃園を育ててるっていう人は、この桃園プラス、諸葛亮、そして、この義円甲冑、もしくはね、さっき言った光月影だったり、勸銀平プラス、超新星だったりを、入れて、この本当に色で染める、もう緑で一色で染めるのが強いです。で、もう一個、強いのが、このタンク染めパーティー。で、このタンクをね、これ4体入れてるんですけど、さっき言ったこの王元気で、芝居、基調で、義円で、このホレンシ、孫策の孫権のセットなんですけど、この、タンク染め編成も強いです。で、なんでね、このタンクを4体入れてるのが強いかというと、この試炎所、この試炎所で、このタンクを4体入れることで、この4体を育てることで、ここのね、効果がかなり上がるので、もしね、嫁っていくとしたら、この4体、タンク4体を優先的に嫁っていって、4体を編成に入れる。それをするだけで、このパーティーのね、このステータスがかなり上昇するので、強くなってます。で、さっき言ったね、桃園編成も、この緑で、キャラをね、染めることによって、嫁っていった時に、編成がかなりね、補正がもらえて強くなるという感じです。なので、序盤としては、
同じこの、緑とか、青とかね、同じキャラを4体入れて、優先的にそこを上げていくっていうことで、編成がかなり強くなっていきます。で、本当にSR だけで組むってなると、本当にね、始めたてでまだ黄金期も育ってないし、芝居とかね育ててないってなると、さっき言ったキャラたちを入れておくのが強いです。このね、こいつと、こいつで、配置としては、こんな感じかな、こんな感じだったりで、使うのがめちゃめちゃ強いです。もう本当にね、こいつ一人入れておくだけで、ストーリーとかもめちゃめちゃ進めれるんで、序盤、おすすめランキング1位になってます。で、霊獣なんですけど、序盤はね、本当にウサギしか、みんなねいないと思うんですけど、まずね、この星、この SR キャラでまず鹿が優先的に育てるのがおすすめです。こいつをね、とりあえず星1にできれば、並びとしては鹿、パンダ、ゾウ、もしくはこのパンダ、鹿、ゾウっていう感じが作れれば、序盤はね強いです。なので最初ね、おすすめ霊獣としてはこの鹿を育てるのがおすすめです。で、もう神武に関してはもう完全に弓一択です。もうこれだけを育ててもいいぐらい、これをね全力で育ててもいいし、これと、最近だったらこの3つかな、この3つが強いかな。このね、斧もねなかなか強いんですけど、最近だったらこの3つで、優先順位としては弓で瓢箪、この扇って感じで、全部ね、まず星5にして弓を突っていくのがいいかな。そうね、まずは星5優先で、星5になるとね、この弓の深部のね消費スタミナが15かな20かな減るので、まずはね星5っていうのを目指していって、3つ星5にして弓を優先的に突るっていう感じがいいかなっていう感じです。で、最後にもう一つ編成になるんですけど、この呂布長戦を育ててるっていう人は、こういう感じが、おすすめです。で、やっぱね、この黄金期プラスこの基調に関してめちゃめちゃ強いので、こいつらプラス、このね相方の転移を入れて、ここは正直ね、何でも、ホレンシーとか、新規とかの回復キャラでもいいです。で、こいつプラス、この諸葛亮に関しては、入れるタイミングは、星5以上になってたら入れていいって感じです。星3ぐらいでも一応強いけど、星5以上になるとかなりね、能力発揮するんで、もう PVP に関してはプレイヤー VS プレイヤーに関しては、星5以上になったらね、どの編成でも、この諸葛亮っていうのを入れておくと、勝率が上がります。で、才能はね、まだかなり先の話になると思うんですけど、個人的おすすめ才能はこの6セットです。この剣みたいな形の霊性で、この吸収っていうのを2セットで、この闘志っていうのを2セットで、この守護、この防御力っていうこの形ね、これを1セット、これが個人的には理想です。これはね、人それぞれ好みは変わるんですけど、個人的にはこの6セットがおすすめです。これはね、本当人それぞれ好みは変わるんで、あくまでね参考程度にっていう感じです。で、この呂布期ももちろんね、最初序盤はね火力出してくれるキャラなんで、優先的にね、こいつ突って言ってもいいんですけど、突破石っていうのが余ってきて、で、この R キャラ SR キャラで誰を突るのを優先するかなんですけど、もうこいつ基調に関してはこいつに突破石使っていいぐらい強いです。こいつをね本当に貫突五突に仕上げてもいいぐらい序盤は強い性能となってます。で、次で言うと、ホレンシーかな、この序盤やっぱ回復量っていうのがこいつ強いので、こいつに突破石使うのも結構ありかなと思います。で、もちろんね、芝居だったり SSR キャラに優先して使うのが大前提なんですけど、もちろんねこの黄金期に使うのが大前提なんですけど、余った突破石が余ってるって感じになった時に、優先順位としてはこの基調と、ホレンシあたりがいいかなとは思います。
で、まあ、食使ってる方は義援がおすすめです。義援で、そしてまあ諸葛亮はまだ難しいか、まあ、それあたりがおすすめです。で、まあ、もちろんね、この今1周年で始めた人はね、伊達政宗だったり、真田幸村をね育てるってると思うんですけど、まあ、もちろんね、その2体を入れれるとめちゃめちゃ強いと思います。まあ、なので今言ったね、編成に真田と、まあ伊達を差し込むといいかなと思います。ということでね、まあ、少しでも、まあ、参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。